はい、どうも J です。オーディオインターフェースの話をねしようと思うんですが、今もう一つ欲しいのがね今年に入ってできたので、今あるのはマッキーのプロ FX8 V2 というのがある。これはねオーディオインターフェース機能はあるんだけど USB オーディオに入るんです。あともう一つ Zoom の U44 っていうのがありますけど、まあまあだけど、ちょっともう一つ気になるのがあったんで紹介してみたいと思います。まあまだ買ってないんですけどね、これから買おうかなと、どれにしようかなと、まあ、心は決まってるんですけど、ちょっとね2点3点したというかね、最初はねあの USB の 3.0 をね Zoom のやつですね、こちらをね買おうと思ったんですが、まあ昔ねレビューしたんですよ、出た頃にね1年か2年前デビューして、その頃ねパソコンが 3.0 じゃなかったので、ほとんどこの良さが分かんなかった。正直言ったほどちょっとパソコンの性能がいいやつでないと 3.0 は難しかったんで、今はちょっと 3.0 になったんで欲しいなと思っていたところをですね、ちょっとまた急な転化ができてきて、エフェクターをね掛け取りしたい、今の普通のオーディオインターフェースではかなわなかったんですけど、 U44 にして ISO でやればなんとか掛け取りはできるんですよ。遅延がまあまあ許容範囲内で、Windows でやったらやっぱりこう遅延が起こって掛け取りができないと。掛け取りっていうのはね、そのエフェクターかけながら録音するということなんですけど、例えばビデオに録音するような感じのと感じで、あのオーディオインターフェースからあのパソコンにできるんですけど、それがパソコンの性能が良くなくてできなかった、 USB だったらできないんですよ。 3.0 でもまあまあ厳しいかなという感じだったんですが、サンダーボルトでできるようになったんですよね。サンダーボルト3があって、なおかつこのユニバーサルオーディオっていうアローっていうやつかな、これがですねあの Windows でもできるということだったんですが、ただサンダーボルトのあれがないとダメなんですね、口っていうかね、それが。で今の Windows でやったらいろいろこうやってみて相談してみたんですけど、ちょっとつくのはつくけどちゃんと機能するかどうか分かんないということだったんです。ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、 Mac Pro か Mac Mini ぐらいで変えた後でないと無理だなと、すぐにはできないということになってきた時に USB-C のやつが出てきたんです。 USB-C のやつっていうのは、はい、こちらのねフォーカスライトっていう、フォーカスライトは使ったことないんですけどね、このスカーレット 2i2 で、これが3世代のやつが出てきて USB-C でできると。でこれが遅延が起こらないという感じで、ゼロレイテンシングレコーディングができるということだったので、ちょっと急にこっちに傾いてきてね、これをちょっとこう欲しいなと、使ってみたいなと。ソフトも結構ねたくさんついてるらしいんですよね、こういった感じのやつが。だいたいその Zoom と同じような感じで、インターフェースからまたこうねソフトを立ち上げて、まあ一応 EQ とかやるみたいな感じなんですけど、これがなかなか今一番惹かれている感じのオーディオインターフェース。まあこれがね最低レベルねあの機能を満たしていると、キャノンも使えるしジャックも使えて、 Air っていうのができるらしいんですね。であとはあのアウトとあのヘッドホンジャックが、まあ、別にもう今これ全部これになってますけどね。だからこれが USB-C でできて、ある程度ゼロレイテンシングできて USB バスパワーでできるという感じのんで、ソフトもたくさんついてると、なおかつ値段がそこそこですね、1万8000円前後ですねぐらいで買えるんだったら、ちょっとこれ使ってみようかなという気になってます。ソフトが結構ねいろいろついてるんですよね、これに傾いてますね今ね。もうちょっとね、もう僕はもうだいぶかな、ジェット大輔さんぐらいになるとね、どん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 こう試行とかね、試想試作とかが来るんでしょうけどね、なかなかちょっとまだ小物ですからね、なかなかそこまで来ないんですけどね、来るようになったら楽しいだろうなね。カメラとかね、何十万のやつがね使ってみてくださいってなったら夢ですよね。うん、もうちょっと頑張らなきゃいけないね。だから僕はそのつい 1,2 年ぐらいに知ったんですけどね、オーディオインターフェースというのはもうデジタルに変換してくれるやつで、ただつなぐだけを USB オーディオっていうんですよ。だからこのミキサーなんかは USB オーディオだけなんで、そこまでねちゃんと綺麗な録音はできないので、録音するんだったら一応もう一つこうオーディオインターフェースが欲しいなと。で今のこのマッキーのやつはねすごい優秀なんですよ。これはねマッキーのミキサーとしてはプロ FX8V2、 これはねおすすめできますね。使っていてエフェクターも入っているし、イコライザーも入っているし、外部のねエフェクターをつなぐやつも入っていて、まあミキサーはこれ当分これで変える気持ちもないですが、デジタルミキサーにちょっと傾いてるんで、デジタルミキサー欲しいなというのはあるんですけどね、欲しい欲しいばっかりでね、これがないでしょ、これがね。
だから難しいですけどね。だからサマージャンボ当たればね買いますよね。まあそういうこと言ってもしょうがないので、あれですけど、オーディオインターフェースはね、もしない方はね一つあった方がいいと思いますよ。あのミュージシャン限らずアナログとかのデジタル化にもできますしね。だからこの USB オーディオからやるのと、オーディオインターフェースでやるのはやっぱ音が違うんですよ。クリアさがね、ノイズが入らないということ。だからやっぱちょっと 3.0 か、まあね、USB-C あたりのオーディオインターフェースが欲しいなと思ったら、フォーカスライトで、あと USB-C で、できるオーディオインターフェースは多分これがフォーカスライトのね、スカーレット2i2 とかね、呼び方ちょっと分かりませんが、3世代だとこれが多分初めてだと思うんですよ。だから初めてのものにちょっとこう飛びついてみようかなという感じもするので、まだね発売されたばっかりなので、あんまり評価もあんまりそんなないとこなんで、賭けではあるんですけど、このフォーカスライトっていうのはやっぱり結構ね、あの評判がいい感じで評価の高いとこなんで、まあまず間違いないだろうなという感じもしてるんで、という感じでね、とにかくまあ欲しい動画という、欲しいまあ物欲動画っていうのをね、ここは一つ作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。またね、近々多分買うと思います。何かを買うと思いますので、また買えばですね、またレビューしてみたいと思います。 J チャンネルでした。またよかったらまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。